ありがとうございました。はい、まだそんな気しか経ってない。はい、ということで、はじめまして、皆さんどうも。アイカです、よろしくお願いします。はい、ということで、目があったらどんどんビラを配っていく私の趣旨となるんですけれども、ごめんね、目があったら強制的に渡していきます。ちょっと遠いなって思ったら離れるんですけども、ごめんなさいね、渡してないね。私もうすんごいニコニコしてるお兄さんがいるね。君だよ、分かってると思うけどね。どうぞ。はい、どうも。はい、で、私は何者かと。はい、一応、広島と大阪を行ったり来たりしてライブ活動をしております。普段は TikTok の方を動画投稿したり、まあ、ライブもしていたり、まあ、全然フォロワーさんはいないんですけれども、私の将来の夢としては声優アーティストになることでして、一応、まあ、今後、まあ、素敵なお知らせが待っていますよっていうのと、これまで詳細言えないんですけれども、一応広島の教育委員会さんの方でナレーションとか担当させていただいていたりします。言葉おかしくない？大丈夫そう？大丈夫か？分かればいいよね、意味が。そうなんです、私本当にもう語彙力なさすぎて、声優になりたいくせに、もっと国語学びます。はい、ということで、本当に今日さ、ちょっと暑い、もしかして。だよね、なんかさ、昼は最近ちょっとぬくいのに、夜はちょっと寒いと思う。私そう思うんじゃけどさ、どう思う？思うよね。黙ってると思うけど、そういう名詞だから気持ちで通じようみたいな感じで、まあ本当にトーク力も何もないんですけれども、とりあえず大阪、私はほんまに単純にたこ焼きが好きで、本当に早く住みたいなって思ってます。なんかね、その辺とか行くことないかなと思って、絶対いろんな人が食べてるアイカなわけがない。もう本当に何言ってんのって、もう全然関係ないんですけれども、次、告知なんですけれども、次のライブ、もう2月がほんまにも全然もうないんですけれども、次広島になるんですけれども、次は3月3日の、大阪、違う、広島って言うことやね。まあ、そのライブ情報とかインスタグラム、ツイッターの方で告知とかさせていただいているので、よかったら、まあ、見ていてください。ということでね、次の曲歌うんですけれども、最後の曲になります。はい。ということで、最後の曲を聴いてください。今なんじゃない、メラメラとたぎる眠っているだけの正義、こんなもんも君のヒーローになりたいのさ。皆さん、名前だけでもね、覚えていただけたらと思います。アジアンコード愛知県と書いてアイカです。広島出身の1分と2分のハーフです。よろしくお願いします。同じ夢を
距離を縮めさせたのは少し僕のせいなんだよな。ごめんね、だけど見るべきはリアルだ。今こそ僕らが告げるんだ。抱えたいね、信じて頼ってほしい。ぶっ放しますまた僕の人にも嬉しいです。それでは今日はありがとうございました。愛花でした。